今回は障害学習センター糸呂木図書館武蔵野公園の3施設のネーミングライツパートナーの協定締結となります。この度音響技術メーカートップメーカーの株式会社プリモ様とネーミングライツパートナー協定の締結となりました。代表取締役社長の塩田様が羽村市内にお住まいとのご縁からネーミングライツパートナーにご応募いただき、障害学習センターゆとろぎがプリモホールゆとろぎ、図書館はプリモライブラリー羽村、武蔵野公園はプリモパーク武蔵野の愛称となります。今後はプリモホールゆとろぎ、プリモライブラリー羽村、プリモパーク武蔵野などがこれまで以上に市民に愛され多くの皆様にご活用いただけるようイベントや施設の充実に取り組んでまいります。まずはじめに株式会社プリモが今回羽村市のご了解を得まして3施設のネーミングライツ取得させていただきましたことをありがたいと思っております。本当にありがとうございました。株式会社プリモはですね、本年70周年を迎えた音響会社でございまして、日本では東京、大阪、長野、海外ではアメリカ、メキシコ、ドイツ、シンガポール、インドネシア、香港に拠点を設けさせていただいております。今回ネーミングライツ取得させて、いただきましたので、これからプリモという名前がですね、皆様にさらに広く、知っていただけるということが、大変光栄なことと思いまして、このネーミングライツ、これを機会にですね、羽村市の地域貢献、ここが一番大事なところですので、この地域貢献の一翼を担えるように、取り組んでまいりたいと思っております。